ですよ。皆さん、今私は、ブランチを取るためにですね、セントラルパークにあるターバン・オン・ザ・グリーンというところに、来てるんですけれども、早速お食事をしたいと思います。ブランチっていうのはですね、朝とお昼の中間みたいなお食事で、まあこっちで言うとそうですね、あのお休みの日だとか朝はゆっくり寝てられるような日に、この食事ブランチっていうのがあるらしいんですけれども、まあそうですね、私は日本に帰るとじゃあほとんど毎日ブランチなんでしょうね。ここは夜の方がもっともっと綺麗なんです。外に電飾がたくさんこうセッティングしてあって夜景がとっても綺麗で、まあ、ここは本当に半年ぐらい前から予約をしないと席が取れないんですね。ですから私もここに来たのは今日初めてなんです。こんなトシちゃんに来させたらいいよきっと。こうやってやりだすからこうやって私はやっぱりなんか場を白けさせちゃうから